皆さんこんこにちはお掃除で幸せな奇跡を起こす会員お掃除コンサルタント姫川律です。今回は伸縮性ハンディモップを使い倒現在こうハンディモップねこれ顔のクイックルハンディっていう商品なんですけれどもこういうハンディタイプでこう付け替えられるタイプというのは別になるタイプですね。というのはだいたい 二つの商品が主流かと思います。一つは花王のクイックルハンディ。もう一つはユニチャームのこのウェーブハンディワイパーという商品ですね。で、私は YouTube で、えー、いつも持ってますけれども、こちらの花王の商品を、まあ、よく使っております。これは撮影のために買ってきました。 で、この顔のこのクイックルハンディなんですけれども、こう360度のこうモフモフ感がありますし、まあこのね、パープルで可愛いなと思っております。で、実はこの黒もちょっと今日買ってきてみたんですけれど、まあ、こんな感じであの黒もございます。ちょっとね、でも映えないですよね <laughs>。で、このパープルのモフモフが可愛い。このユニチャームの方はですね、この ちょっとね、この360度モフモフではないんですけれども、ただね、顔に比べてお安いという利点があります、えー。うちの近所のドラッグストアでちょっと見てきたんですけど、このモフモフが6枚入り税込みで470円、えー。1個約78円。そしてこちらのウェーブの方の、えー、この付け替え部分が税込み438円。 えー、約55円という感じでややこっちの方がねお安いという利点がございますで私ね、まあ、こちらもですねお客様宅とかよく拝見することがあってよく使っていたこともあるし、まあ、現在もあるんですけれども、えー、機能や使い勝手に関してはあの大きな差を感じたことがないんですよねなのでまあその辺はねあのお金とかあとはお好みとか色とか。 こちらはパープルと黒だけみたいですけどこちらは3色揃ってるようでございます。で、えー、こちらはこのねこうタッセルもあこれ自分でつけてますよ。こういうこれは YouTube 用のこう差し棒としてのみ、えー、使っていまして実際にお掃除に使っているのはこちらの伸び縮みタイプを使っております。同じようにウェーブの方も こう伸び縮みできる超ロングタイプというのがありまして私も昔持ってたんですけれどもこのねこの伸び縮みの部分とかこうカクッと曲がりますとかそういうところに関しては大きなな差がなかったように思いますさてこの伸縮タイプのハンディモップを、えー、いろんなところに使っていこうと思いますのでどんなところに使えるか見ていきましょう。 はい。それではまずエアコンの上ですね。上をカクッと折って、エアコンの上を拭いていきます。エアコンの横のこのコードの部分、結構ほこりがたまりがちですよね。えー、それからカーテンレールの上、これやばやばいことになっていました。はい。それから壁、上の方ですね。えー、照明のコードの部分とか、結構ほこりたまりがち。 それからドアの上のところですね。玄関のドアクローザーの上って結構ほこり積もってるお宅あるんじゃないかな。ここね、見逃しがちなんですよ。それから玄関のドアの上とか、それから調子台のところね、ここもほこりたまりやすい。それから時計回りですとか、えー 飾り物とかもね、ほこりたまっていないでしょうか。それから階段、結構ね、手が届かないところが多いんですよね。こうう窓のところとか、えー、窓の上のところもね、結構ほこりたまりやすいです。それから階段の照明ってこう遠いので手も届きづらいし、椅子も持っていけないし。ここは窓の前にデスクがあるので、ちょっと手が届かないんですよね。ここも えー、長い絵がすごく便利ですよね。吹いていきます。あと、これはあの電話台とか Wi-Fi とか載ってる台なんですけど、この後ろってコードがごしゃごしゃしてるじゃないですか。なので、こういうところも、えー、埃りね、結構溜まりやすいんですよ。うちは大型テレビがないんですけど、大型テレビがあるお宅は、この長い絵が便利だと思います。 さらに家具の隙間も、えー、結構ね手が届きづらいところは便利です冷蔵庫の下もこのエプロンっていうのをねパコッと外して中に思いっきりこう入れるそれから洗濯機の横ですね、えー、このなんですかホースの下とか結構ほこりだらけになりやすいんですよねさてこちらの付け替えもふもふにですねお金を払うのはちょっともったいないと。 78円ええー、みたいないう方向けにちょっとね節約する方法を考えてみたいと思います。モフモフを節約する方法その1洗うこれを洗っている方はネットでちょっとし検索してみると結構多いみたいなんですよね。えー、手洗いしたりとかあとはねこうネットに入れて洗濯機で洗うという方もおられました。 えー、情報によりますと3回から5回ぐらいは使えるらしいですただですねこちらの商品は両方ともほこりの吸着力を高める流動パラフィンというオイルがついてるらしいんですよで洗ってしまうとそのオイルが取れちゃうのでほこりの吸着力は落ちると思われますで、あとまあ余談といえば余談なんですけどこう家具の上にねずっとこの ここ,ここをくっつけてこう置いておくとこの状態で置いておくとこのオイルが家具のところに染み込んで家具が変色することもあるらしいんですよですからその辺はお気をつけください。をモフモフを節約する方法2代わりにいいらなな靴下を使うなんかモフモフの代わりになりそうなものと探してみると。 こんな,なんか冬用の靴下ってどうですかね毛玉だらけになったり擦り切れたりもう履かないような断捨離した靴下なんかかを履かせるアアイデアですで。この靴下はこう表よりも裏の方がこうモフモフ度が高いのでこれをひっくり返して履かせてであのちょっとこの辺をダイソーで買ったにゃんこ型コード帯ですけどコードをまとめる。 ででいう感感じじまあ曲がるるしねこんな感じで使ってみるちょっと使ってみたら上の方もしっかり止まってる方が使いやすかったので輪ゴムで止めました。ではゴムで止めて同じように上の方のエアコンの上もそれから冷蔵庫脇やばいことになってました。はい見てこれ モフモフを節約する方法その3、まあ、ちょっと靴下と似てますけどストッキングを履かせるえっと、まあ、こんな感じでこうなんですかねこうパンツ部分と、えー、先っぽ部分を切ってあいらないストッキングを切りましてで、えーまあ、適当にこう結びつける巻きつけるとするじゃないですか、えー、まず腰部分ねパンツ部分を。そして えっとストッキングの先っぽ足先部分をこうかぶせてちちちちまあ上手にかぶせられればこうまあここはコード体で結んでもいいしあのそのまま結んでもいいかなと思いますちょっとにゃんこの手っぽい感じできるか 鼻の上を拭いてみます。うん、まあこんな感じですかね。はい、そしてブレーカーの上も、まあどうでしょう。まあまあこう拭けてるかなとは思います。さて、高いところに使えるのは伸縮性のワイパーだけではありません。普通のこう床拭き用のねワイパーも同様に高いところに。 使えますどんなところが使えるか見てみましょうこちらはお風呂の天井クイックルワイパーにマイクロファイバークロス水拭きの状態で天井を拭いています同様に玄関扉の高い部分も、えー、水拭きしていくことができますねこれで、えー、結構汚れ取れますそして同様に、えー、窓ガラスですね窓ガラスも高いところを拭いていくと便利ですはい え何か他にこんな風に使っていますとかこういうアイディアもあるよみたいなご意見がありましたらどうぞコメント欄で教えてくださいねそれでは最後に洗脳の言葉をお送りします毎日お掃除していれば悪いことは起きません愛情を込めてお掃除していれば家は必ず助けてくれます毎日の掃除が地に足をつけ 現実を動かす力を養いますはい今日の動画いかがだったでしょうかさらにお掃除を続けていく上でのご質問こんな風にやっています玄関水拭きしましたなどのお掃除報告こんなことありましたなどの成果報告またご感想ご質問などをコメント欄でお待ちしておりますいつもいいねチャンネル登録ありがとうございます励みになっております それではまたお会いしましょうさようならりを払い汚れを流そう玄関のたたき輝くように清らかな水で祝福を捧げ幸せの角を開こうふきふき心も清めて 家族が笑顔になる場所と玄関のしぶきが幸せを運ぶ水吹きの魔法を広めよう水吹き水吹き敬運を招く喧嘩から幸せが溢れる心も清らかに リアも輝く水拭きの奇跡信じよう